警察庁長官狙撃事件。警察庁長官狙撃事件は、1995年平成7年3月30日に、当時日本の警察庁長官であった国松隆次が何者かに狙撃された事件である。2010年平成22年3月30日に、殺人未遂罪の控訴時効15年、 を迎えた未解決事件概要1995年平成7年3月30日午前8時31分頃国松隆次警察庁長官が出勤のため東京都荒川区南千住の自宅マンションを出たところ付近で待ち伏せしていた男が拳銃を4回発砲。 国松長官はそのうち三発を副部などに受け、日本医科大学附属病院高度救急救命センターに搬送された。一命は取り留めたが、全治一年六ヶ月の瀕死の重傷を負った。男は自転車で JR 南千住駅方面に逃走するのが通行人に目撃され、現場からは朝鮮人民軍のバッジや、 大韓民国の十音効果が見つかったという。狙撃から1時間後にテレビ朝日に電話がかかる。電話の声は国松長官に続く次のターゲットとして井上幸彦警視総監や大森義夫内閣情報調査室長らの名前を挙げて、教団への捜査をやめるように脅迫した。10日前の3月20日に、 地下鉄サリン事件が発生し、オウム心理教に権威が向けられて8日前の3月22日に、オウム心理教関連施設への一斉強制捜査が行われていた。国松長官は、手術中に心臓が3度も止まり、既得状態にまで陥ったが、2ヶ月半後には公務へ復帰した。銃を発砲した犯人は、 黒っぽいレインコートに白いマスクをし、黒っぽい帽子をかぶっていたとされている。捜査。控訴事項前。オウム真理教の信者だった警視庁巡査長、事件当時31歳は、取り調べに対し、犯行の具体的な状況や、銃を神田川に捨てたことを、1996年、 平成8年5月には詳細に供述していた。しかし、警視庁公安部は、その事実を警察庁に5ヶ月間報告せず、世間に明るみに出ることもなかった。同年10月、マスコミ各社に、犯人は警視庁警察官とする告発文書が、捜査関係者と思われる匿名の人物から郵送され、 10月25日には各社が供述を報道し始める。同年10月27日には銃を捨てたという供述に基づき神田川を捜索するも事件からすでに1年半以上経過しており川底にヘドロが堆積していたこともあり発見には至らなかった。物証が発見されず供述に矛盾点が多いとして立憲は 1997年、平成9年6月に見送られた。なお、この巡査長は、オウム幹部に情報を漏えいしたとして、1996年11月に懲戒免職され、1997年1月には、地方公務員法違反容疑で書類送検されるものの、基礎猶予処分となった。 この供述を警察庁に報告しなかった責任から警視庁は公安部長公徹と警視総監辞職に至った。また、テレビ朝日に脅迫電話をかけたとして、教団建設省幹部が1995年9月に職務強要罪で逮捕された。最新の正門鑑定機器での鑑定や、 電話の録音音声を複数の信者に聞かせた結果では、90%の確率で同一人物とされたが、現段階での起訴は困難として不起訴となった。特別捜査本部は、1999年、平成11年に捜査のやり直しを決定し、捜査員が元巡査長との接触を繰り返すと、 新たな供述が捜査結果と合致するようになったことから、事件発生から9年余りを経た2004年、平成16年7月7日、元巡査長の会社員、木部哲也、教団防衛庁長,長官、当時、教団建設省幹部の計3人が、殺人未遂容疑で警視庁に逮捕された。さらに、教祖朝原昌光の最側近だった、 当時の石川光一教団法王官房次官、事実上の長官も島田広美宅爆弾事件の爆発物取締り罰則違反容疑で別件逮捕された。しかし、元巡査長の供述が二点三点し、他の三人も当初から自分は関係ないと事件との関わりを否認するなど、証拠固めが困難になってきたことや、 容疑者らと実行犯との関係と役割が解明できないことから、東京地裁は、交流期限を前に全員を処分保留とし、7月28日に釈放し、9月17日に不起訴となった。警視庁の特別捜査本部は、坂本つ弁護士一家殺害事件などで死刑判決を受けた早川清秀と橋本悟を、 現場指揮役と実行犯と疑っているが、二人は犯行を否定している。2008年平成20年3月、オウム心理教とは関係ない別の強盗殺人未遂事件で逮捕された男が、犯行を示唆する供述をしていると報道された。詳細は口述。控訴事項後。2010年。 平成22年3月30日午前0時に控訴時効到来。ただし、口述の強盗殺人未遂犯説については、事件後に計1年近く海外渡航しているため、刑事訴訟法第255条によって、1年近く控訴時効が停止していた。3月30日には、警視庁公安部長、 青木五郎が記者会見を開き、控訴時効が午前0時をもって成立したこととともに、この事件がオウム真理教の信者による組織的なテロリズムであるとの所見を示したが、この記者会見に対し、指揮者から批判が相次いだ。記者会見では14ページの捜査結果概要を公表し、この中で、 朝原を含めた教団元幹部や元信者ら計8人、朝原を除く7人は匿名、について、それぞれの行動や会話内容などを列挙したものの、犯行に関与した個々の人物やそれぞれの役割を、刑事責任の追及に足る証拠をもって解明するには至らなかったとした。また、警視庁が捜査結果概要を公式サイトで公開したことに対し、 教団主流派で構成するアレフが苦情申し立てを行ったが、国家公安委員会は5月27日、特段の対応はないと通知、東京都公安委員会も同28日、不適切な点は認められなかったと回答した。控訴事項を受けて国松元長官は、警視庁の捜査を不合格の捜査と評したが、 自ら油断があったことを認めた。そして、時効は残念ですが、苦労した捜査員にご苦労様と言いたいです、と捜査員をねぎらった。また、狙撃事件は自分の中で終わったか、との問いには、被害者にとって絶対に忘れられない、と答えた。東京地方検察庁は、2010年、 平成22年10月25日、警察庁長官狙撃事件への関与を認めて、殺人未遂容疑で告発されていた男性を、嫌疑不十分で不起訴にした。自白の信用性に疑義があり、犯人と認めるに足りる証拠がない、としている。2011年平成23年2月18日、警視庁公安部は、 長官狙撃事件の捜査について検証結果を公表した。その中で、初動捜査で目撃情報の聞き込みや防犯カメラの回収が不徹底だったこと、事件への関与を認める供述をしたとされる元巡査長について、秘密保全を優先し、裏付け捜査に遅れが出たことを認めた。また、元巡査長が着用していたコートの鑑定に、 大型放射光施設スプリングエイトの使用が遅れるなど科学捜査の課題について指摘したアレフによる国家賠償請求2011年平成23年5月12日教団主流派で構成するアレフは警視庁がオウム心理教によるテロとする内容の捜査結果を公表したことで 名誉を傷つけられたとして、東京都と池田勝彦警視総監を相手に、5000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提訴した。また、2012年平成24年1月26日、日本弁護士連合会は、アレフの人権救済申し立てに基づき、警視庁に対して、 発表内容の撤回などを求める警告を行った。2013年平成25年1月15日、東京地裁は、警視庁公安部の行為は無罪推定の原則に反し、我が国の刑事司法制度の信頼を根底から揺るがすとして名誉毀損の成立を認め、 アレフへ100万円の賠償と謝罪文交付を東京都にのみ命じ、池田への請求は帰却した。東京都は判決を不服として控訴したが、東京高等裁判所は11月27日、捜査結果の公表については、国民の関心が高く、警察が国民に説明する必要性はある、と一定の理解を示したが、 オウム真理教を犯人と断定した記述については、警察権限の乱用と認め、一審判決の内容が報じられたことで一定程度名誉は回復されたとして、謝罪文命令については破棄した上で控訴を棄却。東京高裁の判決を不服として、謝罪文交付を求めてアレフが上告したが、2014年、 平成26年4月17日、最高裁判所第一小法廷は、上告できる場合に当たらない、と原告の上告を帰却し、アレフへ東京都が100万円の損害賠償金を支払う司法判断が確定判決となった。犯行説。警視庁内部では、公安部がオウム犯行説を主張し、 刑事部が強盗殺人未遂犯による犯行説を主張し、捜査方針が対立していた。犯行直後の狙撃現場の証拠は、オウム犯行説に部があるとされ、狂気に関する証拠については、強盗殺人未遂犯説に部があるとされていたが、どちらも決定的な決め手が欠けている。オウム犯行説。 公安部が主張するオウム犯行説の根拠は以下の通り。1995年1月13日の上久一式村のオウム真理教の幹部会で、麻原が、例えば警視庁に突っ込んで行って、警視総監の首根っこ捕まえて振り回してこいと言ってきたらどうする、と警察幹部への攻撃を示唆する発言をしていたこと。 この発言は録音テープが残っている。事件前日の午後に警察庁長官が住むマンションでオウム信者が警察国家と題するビラを配布していたこと。狙撃事件の1時間後にテレビ朝日に警視総監らの名前を挙げて教団への捜査中止を要求する脅迫電話があったが、 電話の声が教団建設省幹部と似ていたこと。事件翌日に信者が都内数カ所で配布した事件に関するビラに、事件直後の脅迫電話の正確な時刻に関する記述があり、朝原の指示をもとにビラの原案を作成していた元教団幹部の石川孝一のメモに、事件に特徴的な弾丸の記述があったが、 これらは作成時点では報道されていなかったこと。元教団幹部の木部哲也に告示する男が、狙撃犯の逃亡ルートと反対側の方向を、南千住警察署前を2回自転車で走行する姿が目撃されており、捜査拡乱のために、狙撃犯の打民役を担った可能性があること。元オウム信者の元巡査長が、 事件の数日前に現場周辺で怪しまれた際に、警察官と名乗った党の供述には、目撃者の証言が確認されており、元巡査長が現場の下見と思われる行為をしていたこと。事件現場に移留された韓国十文効果から、元オウム信者の男のミトコンドリア DNA が検出されていること。元巡査長の私物コートには、 拳銃を発射した際にできる妖怪穴があり、また元巡査長のアタッシュケース、事件2ヶ月前から販売や黒川製手袋の付着物等が、事件で使用された銃弾の火薬成分と矛盾しないとの鑑定結果が出ていること。また、オウム犯行説の疑問点は以下の通り、 過去の重大事件を認めてきたオウム教団幹部たちが、長官狙撃事件だけは関与を一切認めていないこと。使用されたナイクラッドホローポイント団は、オウムが武装化する前に製造中止となっていたこと。朝原が事件直後に、事件速報するテレビのテロップを見て驚いて、上前を跳ねるようなのがいるのか。 とと話してていいいるのを教団幹部が聞いていたこと強盗殺人未遂犯 N 説警視庁刑事部が主張する強盗殺人未遂犯 N 説の根拠は以下の通り被疑者が1980年代後半にアメリカで事件で使用された拳銃357口径のパイソンとフォローポイント弾を偽名で購入していたこと 被疑者が犯行直後に逃走した自転車を近くに放置したと供述し、事件直後に放置場所に不審に置かれた自転車に関する目撃証言があったこと。被疑者が犯行後に東京の貸金庫に拳銃を格納したと供述し、東京の貸金庫には事件から1時間後の回避記録が残っていること。被疑者が 事件二日前に警察官二人が警察庁長官宅を訪問している事実を把握しており、下見をしていたこと。被疑者のアジトから韓国十音効果が発見されたこと。警察庁長官の住所を把握するために侵入したとされる警察庁警備局長室の配置について、被疑者による証言が実際の配置と一致していること。 被疑者が犯行時所持したカバンの形状と同じものが被疑者アジトから発見されたこと。鑑識の鑑定によってカバンから金属片反応が確認できたこと。教団オウムの犯行に見せかけ警察を奮起させる暴略工作をするという N の動機があること。一方 N 説には以下の疑問点が提されている。 現場の壁にあった繊維痕と火薬痕や目撃証言から推定される犯人の身長が被疑者と合致せず、被疑者が狙撃現場にいたという証拠が弱いこと。国松長官の秘書が語った三発目と四発目の発砲状況について、実行犯と主張している被疑者との供述に食い違いがあること。事件の現場近くに、 北朝鮮のバッジが落としてあったことから、坂本弁護士一家の失踪事件の捜査で、警察が坂本宅でオウム真理教のバッジという物証を得ながら、地下鉄サリン事件の阻止もできなかったことに対する右翼等による疑憤説が当初から根強くあった。鹿島啓介は、警察庁長官を撃った男で、 国松隆次元警察庁長官を狙撃したと自供しながら逮捕起訴されなかった国史的かつ戦闘マニア的な元極左活動家で警官殺害の前科がある人物として N を取り上げた2014年8月31日にはテレビ朝日が未解決事件スペシャルで2018年9月には NHK が 未解決事件で N を報じた。別件の強盗殺人未遂で逮捕された N は、その取り調べの過程において、全く無関係の長官狙撃事件に関し、真犯人しか知り得ない事実を数多く供述しており、その裏付けも警視庁の刑事部がとっていた。警察幹部も N 以外真犯人はあり得ない。 200%真犯人だとまで断言したにもかかわらず、N は長官狙撃容疑で逮捕起訴されなかった。鹿島圭介は当初この事件の捜査を担当した警視庁公安部が、オウム真理教以外に犯人はあり得ないという先入観で捜査したために、N を逮捕すると自分たちの方針が全否定されるため、 N は逮捕されなかったんじゃないかと語る。N を取り調べた警視庁刑事部、当時の原雄一は、幹部に、お前、警察内部に抹殺されるかもしれないから気をつけろ。駅のホームの端には立つな、と耳打ちされたという。供述書によると、N は犯行動機を、オウム心理教団の犯行に見せかけて、 警察庁長官を暗殺して、警察首脳を精神的に追い詰め、死に物狂いでオウム真理教団に対する捜査指揮に当たらせ、合わせて全国警察の奮起を促し、オウム真理教団を制圧させることにありました、と供述した。原はこれに対し、後付けの動機で、8割方は権力や警察への個人的な恨みだと見ています。 本当は、事故成立後に名乗り出て、オウムを壊滅に追い込んだのは自分の功績だと誇るつもりでいたんでしょう。ところがその前に別件で逮捕されてしまった。K 巡査長という人物も出てきた焦りもあって、崇高な義許を成し遂げたという理屈で自供したんでしょう、と感想を述べている。N は、 別件の強盗殺人未遂事件の犯人として、無期懲役の刑に処せられ、岐阜刑務所で服役中である。日本テレビ長官狙撃自白報道。警察庁長官が岐阜によって狙撃されたことを捜査仮説とすることは、警察がオウム真理教への対応を誤ったことを半ば認めることを意味するため、 警察組織内の内部力学がマスコミを巻き込んで様々に働いたことは確かであったと見られる。その最たる例が日本テレビ長官狙撃自白報道である。この報道では警視庁公安部からの協力要請で犯行をほのめかしながら供述に矛盾があるとして立件されていなかった容疑者の一人で、 元巡査長だったオウム真理教の信者から、詳細かつ整合性のある記憶を、戸間別秀人が呼び起こしたとされた。しかし、起訴には至らず、逆に、日本テレビの報道姿勢と報道倫理が批判され、国会でも問題視されることとなった。また、この5ヶ月後には、同特殊報道を組んだ NNN 今日の出来事、 の、偉大弓宛に郵便爆弾が送付され、千代田区麹町の日本テレビ放送網本社で爆発する事件まで起きた。総科学会と警視庁公安部によるオウム犯行誘導説。オウムと対立していた総科学会と警視庁公安部が、事件をオウム犯行へ誘導したとする説。 アメリカ人ジャーナリストのジョン・マッケンジーやケビン・クローン、韓国の月間朝鮮が推奨している。FBI は長官狙撃事件の発生後、FBI 長官の襲撃を想定し警備の増強、日本人の拳銃購入履歴を独自に調査した。調査の結果、偽造パスポートを使い入国した日本人が偽名を使い、 ガンショップで拳銃や銃弾を購入していたこと、その日本人がすでに日本に帰国していることを突き止め、その日本人が長官狙撃犯の可能性ありと日本政府に通告したが、日本の警察はオウム犯行説を確信しており拒絶されたという。また、強盗殺人未遂犯の自供により、警視庁公安部の中にも、 刑事部が押す強盗殺人未遂犯説を信じる者が出始めたが、公安部は、オウム犯行説を確信して譲らなかった。事件を捜査していた刑事部の警部補は、内部告発として、ある大物議員が警視庁を訪れ、強盗殺人未遂犯の自供があっても、犯人はオウムで決まり、たとえ時効になっても、犯人はオウムでなければならない。 と、捜査圧力がかかったと証言。元警部は、その大物議員が、公明党の藤井富夫であると、ワシントンポストに明かした。また、月間朝鮮は2002年5月、金ュ順藤井富夫ミステリーで、藤井を紹介する際に、警察庁長官狙撃事件で、警察に捜査圧力をかけた大物と紹介している。 また、事件当時は明らかにされていなかったが、1990年代前半には、創価学会とオウムとの間で激しい信者の奪い合いが起こり、2年前の1993年には、オウムが創価学会の池田大作名誉会長を殺害することを計画。池田が公園に訪れるという東京牧口記念会館でサリンを噴霧した。 この事件は1996年1月の松本サリン事件後半で明らかとなる。警察利権に絡んだ内部犯行説。市橋文也、広野勇が主張している説。前任の木内康光元警察庁長,長官は、オウム事件への積極的捜査を抑えていたが、公認の国松は、 オウむ事件に対する本格的な調査を行うよう指示した。木内が公安局長時代の1990年に、パチンコ業界からの闇資金が北朝鮮に渡り、その金が社会党に流れていた疑惑が浮上。調査委員会の設置を依頼した自民党の奥田啓和議員に対して、パチンコ業界に多数の警察 OB が天下りをしていたことを理由に、 協力を拒否した結果、昇進を見送られた過去があるとしている。木内はその後、警察庁長官に就任するが、長官時代に警察官の制服変更、ピストルメーカーの変更などの警察利権を武器に、刑事部出身の警察官僚を排除して、公安部出身の警察官僚を重要する人事を行ったため、 刑事部の反発や警察組織の内部構想を招く結果となった。その後、事件前に警察庁の木内から刑事局出身の国松へ変わった。そこでオウムの犯行に見せかけることで、警察の主導権を公安部に引き戻す狙いがあったのではないかと主張した。市橋は、オウム帝国の正体において、 1990年に木内康光が公安局長だったとしているが、警察庁には公安局なる組織は存在しない。また、1990年当時、木内は実際には警察庁刑務局長であり、その刑務局、現在の警察庁長官官房が警備公安警察の運用に携わることはない。また、 国松は警察官僚として主に公安畑を歩んでおり、警察庁刑事局長就任以前の1988年には、警視庁公安部長を務めている。その他、市橋は本書の文庫版の104ページにおいて、発生当初、犯行に使われた銃は、洗浄根から38口径のアメリカコルト車リボルバー、回転式拳銃、 のパイソンで弾丸は先にギザギザが入った殺傷力の高いホローポイント弾、通称357マグナム弾と推定されたという意味不明な記述をしている。結局市橋は噂の真相、1996年7月号に掲載された新潮45のオームウォッチャー市橋文也の東洋上州で発覚した正体。 において、要するに、市橋文也は取材なんてしていなくて、資料や他紙子の記事を継ぎはぎして、あたかも独自取材のように作っているレポートなんじゃないか、として、盗作捏造疑惑を指摘されることとなった。これに対して、市橋は、一切抗議していない。また、木内康光の長男、木内稔衆議院議員は、 私の講演会副会長は国松元長官とし、木内康光犯行関与説を一生に付している。その他の犯行説、これら以外に犯行状況や遺留品から、北朝鮮の工作員説、暴力団またはその関係者説、過激派説も噂されたが、 オウム犯行説と強盗殺人未遂犯説ほどの証拠や証言が得られなかったことや、警視庁刑事部と公安部が自らの説を確信して譲らず、第三局の可能性を全く考えなかったことから、捜査が行われることがほとんどなかった。右翼がオウム心理教を潰すために警察を動かそうとしてやった、という説もあるが、信憑性は不明である。 上記の強盗殺人未遂犯の狙撃観光目的こそ、警察をオウム制圧に向けさせる挑発であり、そのことは当人の供述調書にも明記されている。その他、狙撃事件当時、地元では、犯人は荒川の部落に逃げ込んだという噂で持ちきりだったという。警察庁長官狙撃事件によって、 警察機構は以下の影響を受けた。1995年3月29日にオウム心理教事件について、全国の地方警察に警察の総合力の発揮、捜査追求体制の強化、捜査及び実態解明の徹底、サリン使用犯罪の絶対暴圧、国民の理解と協力の確保、 を指示した警察庁長官通達が警察庁で作成されていた。オウム真理教がサリンを生成したことが確認されれば、国松長官の決裁を経て直ちに発信される予定であったが、3月30日に国松長官が狙撃されたため、発信されることはなかった。警察庁長官狙撃事件前は、警察キャリアで古いのは、 1961年入庁の国松隆次警察庁長官で、次は1962年入庁の井上幸彦警視総監だった。しかし、狙撃事件を受けて国松長官が入院して職務を取れない間は、警察キャリアで古いのは1962年入庁の井上幸彦警視総監で、次は、 1963年入庁の関口裕子警察庁次長となり、微妙な人間関係から警察庁と警視庁の安藤をもたらしたとされる。